こんにちは、モータージャーナリストの森口雅之です。今日はこちらのトヨタ CHR を紹介したいと思います。 CHR は昨年の12月に発表されましたが、それ以前にも実はプロトタイプが国内海外のショーで展示をされていたり、あとはニュルブルクリンクの24時間レース、これにプロトタイプが出走したりと、割と事前のいろいろ活動も行ってきて、皆さんもそういうところで目にした機会は多いのかなと思います。で、この車トヨタの世界戦略車の SUV ということで、かなりヨーロッパで開発の走り込みを行ったりして、グローバルテイストに仕立てられているというのが特徴の一つ。それからプリウスに続いて TNGA というトヨタの新しいその車作りの方向性、それに基づいて開発された新しいプラットフォーム、これを使っているっていうことも特徴になっています。バリエーションは大きく分けて2つありまして、プリウスと基本的に同じ 1.8 リッターエンジンにモーターを結合したハイブリッド、それから 1.2 リッターのターボエンジンの 4WD、 この2つのメカニズムでそれぞれ2グレードですから合計4つのグレードがあります。今日はその中からハイブリッドの S グレード、これを紹介していきたいと思います。それでは順に見ていきましょう。この CHR、 割と当初からデザインに注目が集まっていて、かっこいいっていう意見が結構聞かれるんですけども、個人的に眺めたり、あとデザイナーさんに話を聞いたりして、細部のこだわり、そういうものが結果的に美しさ、かっこよさにつながってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、例えばこのフロントマスクなんですけども、キーンルックっていうトヨタがグローバルカーで展開している鋭い目つきを基本にしてるんですけども、その下のグリルの部分が台形になってますけども、これはリアに回るとやはり同じような台形を使っていて、すごい統一感がある。それからサイドに回ると A ピラーの傾きとリアフェンダーの立ち上がりの傾きがほぼ一緒なんですよね。こういう線を統一して引くかバラバラに引くかで、出来上がった車の形ってものすごい違って見えます。 CHR の場合はやっぱりそういう細かい線までこだわって考えて引いている、それがパッと見て、あ、かっこいいなって思う形につながってるんじゃないかなというふうに思ってます。ハイブリッド車のパワーユニットは基本的にプリウスと同じです。 1.8 リッターのガソリンエンジンとモーターを組み合わせて前輪を駆動しています。エンジンの最高出力は98馬力、モーターの最高出力は72馬力で、システムの最高出力は122馬力となります。ハイブリッド車なので燃費は当然良くてですね、 JC08 モードでリッター 30.2 キロ、 SUV としてはかなり良い数字ではないかと思います。インテリアはやっぱり外観と同じですごいダイナミックな造形かなというふうに思います。まずここの部分、センターのパネルをグッとドライバー寄りに傾けることでスポーティーな雰囲気を作り出していて、このセンターコンソールもちょっと高めに作ってますよね。ですからすごいタイト感のある空間が作られているなと思います。それとともに思うのは質感の高さですね。ここは綺麗なピアノブラックにして、で上はステッチ調の仕上げとしてます。でもあまり光物を多く使わないことでシックにも見せていて、その辺のバランスが非常に上手だなと。それから細かいスイッチ、割とダイヤモンド型を使ってますけども、こういうスイッチがそれぞれ専用設計の部分が多いんですよね。こういう部分がやっぱり実際オーナーになった時に満足感を高めてくれるんじゃないかなというふうに思います。 CHR のリアシートです。外から見ると窓が小さくてちょっと狭そうかなと思うかもしれませんが、身長170センチの自分が座って膝の前はこれだけ余裕がありますし、頭上も楽に手が入る、そういう空間が作ってあります。ドアハンドルも変わった形ではありますけども、実際使うと非常に握りやすく操作しやすい形でした。ラゲッジスペースの容量はこの通常の状態で318リットル、後席を倒してフルフラットにすると1112リットルというかなり広い容量が稼げます。あとはこの開口オーブの幅、これがちょうど1000ミリあって、かなり広く取られているので、かなり使いやすさにも配慮した設計であることがわかります。それではこの CHR で東京都内の道を走っていきたいと思います。